ことゆうきいちいわおは、香川県小津郡小戸島町出身で、佐渡が学部屋に所属した、元大津の力士。本名は、えのもといさむき。身長176センチメートル、体重180キログラム、血液型は B 型。特異種は月押し。最高位は、東関分け。好物はラーメン。現在は、年寄り、君が浜。生まれは、 丸亀市で、たる小学校4年生の時の全通寺市の香川相撲クラブに入り相撲を始める。中学は近辺に相撲部のある、中学校がなかったため、小戸島高校相撲部の田中栄一郎監督を頼って内会長に転居し、内会長立内会中学校に入学した。中学時代は、学業の優秀さでも知られ、3年生の時、生徒会長になったこともある。 人格しゃぶりから不良の生徒たちも、榎のの前ではおとなしくしていたという。高校は、香川県立小戸島高等学校に進学した。一年生時の夏に行われた、四国四県対抗相撲選手権大会、少年の部個人戦で、香川県生として初優勝。インターハイの団体では、ベスト16に進出し、全国交代連の海外遠征メンバーにも選ばれた。 秋の国民体育大会でも香川県生初の8、強入りを果たした。これら大会で優秀な成績を収めたことから、大相撲の複数の部屋から勧誘を受けたが、11月の九州場所で佐渡が学部屋の合宿を見学し、同部屋への入門を決意。小戸島高校は同年内に中退した。母は江本が高校を卒業するものだと思っていたが、 合宿見学の帰りに新幹線の中で高校を中退して入門することを聞かされて驚いたという。2008年3月場所、こと江野本勲の執行名で初土俵。前日の通り、丸亀市の生まれであるが、こと勇気の希望で中学高校時代を過ごした小戸島町出身としている。新弟子時代から稽古熱心な力士として知られており、 中立の証言によると相撲教習所に通う、新弟子は教習所での稽古が終わるとその日は稽古しない、ため、回しを教習所に置いていくが、榎の元だけは回しを部屋へ持ち帰り部屋へ戻ってからも、思考を踏んだという。序の口は1場所、序2段と3段目は、角2場所で通過し、2009年3月場所で早くも、幕下に昇進。翌、5月場所より、四個名を、 ことゆうき一位は鬼改めた。七月場所で一度三段目に陥落したが、一場所で幕下に復帰すると、その後定着。2011年一月場所で五勝二敗、技量審査場所で六勝一敗の好成績を収め、七月場所では初めて幕下上位の東五枚目まで昇進した。この頃のことゆうきは、毎日五百回の腕立て伏せと鉄砲を欠かさず、 2011年1月から半年ほどで体重が約2 0ラム増えたという。この場所でも4勝3敗と勝ち越し、場所後に翌9月場所からの重量昇進が決定した。香川県出身の関取誕生は2004年1月場所まで重量に在籍していた後県山以来で、小戸島出身者としては初である。新重量の2011年9月場所は、 西十二枚目の地位で、序盤いきなりの四連敗のスタートとなったが、中日から七連勝するなどして九勝六敗で、勝ち越した。2012年3月場所で、自己最高位の西一頭目で番付を上げ、幕内昇進を狙ったが6勝9敗で十両、昇進後初の負け越しを喫する。続く五月場所は、序盤三連勝のスタートを切ったが、六日目の宝富士戦で敗れて、 土俵下に転落した際に右膝を負傷して、翌日より休場し、11日目から再出場したが5勝に終わった。7月場所、9月場所は勝ち越し、10月23日には出身地、小戸島で27年ぶりに開催された巡業に参加した。東十両3枚目まで番付を上げて迎えた、11月場所は前半戦を1勝6敗と不調だったが、 中日から盛り返して八連勝で九勝六敗の勝ち越し。場所後に香川県出身力士として九百五十八年十一月場所の若見杉昇高以来戦後四人目となる幕内昇進が決定した。新入幕の二千十三年一月場所は二日目から四連敗を喫すると以降は常に黒星が先行する苦しい展開となり、最終的に六勝九敗の成績で、 一場所で十両に陥落した。西十両三枚目で迎えた2013年5月場所は、千秋楽に12勝2敗の相星で対戦した伊佐尾昌龍を突き出しで破り、13勝2敗の成績で初の格段優勝となる十両優勝を達成した。香川県出身者の十両優勝は1955年9月場所の上生産以来58年ぶり。 2013年7月場所で再入幕すると、この場所は8勝7敗で幕内で初めて勝ち越した。新入幕以来、幕内土俵入りでは両手を頭上高くまで上げて、なかなか下ろさないという特徴を見せている。自己最高位を更新した9月場所12日目の北大気戦では2度突っかけ、突っかけるたびに客席に向かって、礼をして詫びる姿をその日のドスコイ FM を、 担当していた裏風親方から、町会議員か、と、揶揄されるという経験もした。2013年10月22日には、こと勇気の出生地である丸亀で22年ぶりの巡業が行われた。11月場所6日目の伊佐尾勝流戦で左膝を、負傷。左室外見断裂と、左膝前十字人体損傷と診断され、7日目から、休場。 こと勇気が所属する佐渡が学部屋ではすでに、こと正義区と、こと欧州の両大関も途中休場しており、4人いる関取の中で3人が休場するという異例の事態となった。同部屋の幕内力士が、同一の場所で3人途中休場に追い込まれた例は1946年、11月場所の伊勢ヶ浜部屋以来67年ぶりの陳次である。11月末に手術を行い、 リハビリを行った。その後2014年1月場所後に退院し、続く2月9日の日本内相撲トーナメントでは、土俵入りだけ参加する様子が伝えられた。2014年3月場所は東重量12枚目まで地位を下げ、この場所は7日目から5連敗したことが、響き先週落に負け越しを喫した。1場所休場しただけで、土俵を復帰したことに関しては後に2017年。 3月場所前に行われた座談会で雷が膝を大怪我したとき自分は土俵下で見ていてこれは復帰までに相当時間がかかるなって思っていたら一場所休んだだけで復帰したでしょうよく我慢できたなと怪我をしても稽古さえしっかりやっていれば戻れるという若い種の見本ですねと話していた5月場所では調子を取り戻し14日目まで重量の 優勝争いの先頭に立っていた。しかし先週楽に敗れて11勝4敗となり、4人による優勝決定トーナメント1回戦でも5日目の本割で勝っていた一ノ城に敗れてしまい、2度目の重量優勝はならなかった。その後、勝ち越しを続け、11月場所で1年ぶりに幕内に返り咲いた。5場所ぶりに幕内に復帰した11月場所は7勝7敗で、 迎えた千秋楽の妙義流戦で、物言いがつく相撲の末に八つ目の白星を勝ち取り、八場所ぶりとなる幕内での勝ち越しを達成した。2015年は、三月場所中に、急成長炎のため負け越したが、その場所以外では勝ち越しを続けた。約二年ぶりに、自己最高位を更新した十一月場所でも8勝7敗と、勝ち越しとのみならず、 同部屋の大関琴将岐区が十四日目から途中休場したことなどもあり、千秋楽には平幕力士ながらこれより三役に登場し、大関照ノ富士と対戦した。初めてこれより三役を経験した琴勇気は、千秋楽の取り組み後にした区部屋で気持ちよかった。二年前の九州で怪我をした自分が、その二年後にこういうところで相撲を取っているなんてと考え深げに話していた。 2016年、西前頭4枚目で迎えた1月場所は、初日から3連勝と、好調なスタートを切った。9日目に、横綱、春馬富士と初対戦した後、13日目に5場所、連続の勝ち越しを決め、最終成績は9勝6敗。また、同場所で、3月場所は、東前頭筆頭で迎えた。初日に、大関、稀勢の里、2日目に、 横綱、白鵬と共に初対戦して敗れたが、三日目に横綱、春馬富士を押し出して、横綱戦初勝利を達成し、初金星を獲得した。この日の NHK 大相撲中継の正面席の解説は、こと勇気の師匠の佐渡ヶ岳であった。指定ともに涙ながらの解説、インタビューを受けるシーンが見られた。四日目に横綱、各流に敗れたが、 5.6日目はそれぞれ、合栄道と照ノ富士の二大関を破り、自身初めての横綱、大関との総当たりを終えて3勝3敗とすると、そのまま先週楽まで11連勝し、幕内で初の二桁白星となる12勝3敗の、好成績と同時に、通算300勝目を達成した。伊勢ヶ浜審判部長から、立ち合いで手をつくのが遅い取り組みが目立つ、胸の注文もつき、 自身も自覚しているが、一横綱に大関を破ったことが評価され初の三賞となる、主君賞を受賞した。同場所では三役人が全員負け越していたため、5月場所前の番付発表で、関脇昇進が決定した。香川県出身者の新三役、新関脇は共に1960年7月場所の若見杉以来56年ぶりである。また、 平成生まれの日本出身力士では初の関脇昇進だった。東関脇で迎えた5月場所より立ち合い前に声を発することをやめた。場所直前の4月の終わり頃にズダが発覚して1週間近く稽古を休み、1 7 2ラムの体重が1 0ラムも減ってしまったため、趣味の銭湯に行く時間を外食に当て焼肉、焼き鳥を食べて体を戻した。場所は、 初日より三連敗を喫したが、六日目に先場所に、続いて、合栄道を破り、七日目に若流から、初白星を挙げて盛り返した。十四日目に七場所ぶりの負け越しが決定したが、先週落に、照ノ富士を破り七勝八敗の成績で場所を終えた。七月場所は、東小結びに止まったが、全く振るわず初日から9連敗、最終的に2勝13敗の大敗を起して、 平幕に陥落した。しかし本人は、場所後に、収穫だらけでカゴの中がいっぱい。まずは、整理しなきゃと前向きであった。西前頭8枚目まで交代した9月場所は、自力の強さを見せつけて、自己最速となる10日目に勝ち越しを確定させ、場所を10勝5敗の2桁白星で終えた。この場所では左膝を負傷して1個をつけていた、テーピングを外して相撲を取り、 千秋楽の取り組みを終えた後の支度部屋でテーピングしないで15日間取れたことは自信になったとコメントした。2016年11月場所は6勝9敗の負け越しであったが千秋楽に秀の海を立ち合いの張り手で失神させたことが物議を醸した。場所後の2016年度冬巡業は全休。2017年1月1日、元保育士の一般女性と結婚。 迎えた1月場所は初日から2日連続で変化気味の立ち合いを見せ連勝。その後も変化気味の立ち合いをする場面が散見されたが、3日目から6連敗。その後持ち直したものの14日目に負け越しが決まり、結婚した勢いに乗ることはできなかった。3月場所も怪我の影響で5勝10敗。4月29日、30日の2日間にわたって、 行われたニコニコ町会議場所2017ではアドリブでコントを行いファンサービスに努めた5月場所も故障に苦しみ9日目は日本相撲協会に左室外人体断裂術後左膝関節水腫で約3日間の安静加量を要する見込みと診断書を提出して休場。こと勇気の休場は2015年春場所以来で6度目で9日目は改正に不先輩になった。 10日目からは再出場したが連敗した。この場所は6勝9敗と番付運次第では重量陥落もあり得る。なお、2017年5月場所終了時点では不先輩制度運用開始以降不先輩した翌日に再出場したのは7人が1人で2回、経験したのは初めてとなった。なお、場所2日目には師匠と夫人が誕生日を迎えており、 この日を白星で終えたこと勇気は、いい相撲で、白星が取れた。師匠にはカフスを送りました。奥さんには、秘密ですと支度部屋で話した。七月場所まで、なんとか、幕内に残っていたが故障が悪化しに自然と14枚目で、大きく負け越して、九月場所で十両へ陥落した。九月場所は十四日目を終わった時点で十0勝四敗の単独首位に立っていたが、 先週楽に5敗の阿部に本割と優勝決定戦で連敗し逆転優勝を許して重量優勝を逃した。11月場所は幕内に復帰し8場所ぶりの幕内での勝ち越しを達成して1年を終えた。2018年1月場所は一心一体の星取りであり13日目に勝ち越し大手となったが残りを負けて7勝8敗と無効休憩となった。翌 3月場所は、やや番付運が悪く1枚半加工の西前頭12枚目。初日から3連敗のスタートとなった上、3日目の大小丸戦で右足首を負傷。右消費人体損傷で1週間の休業、療養が必要との診断書を提出し、翌4日目から休場した。しかし足の痛みが引き、相撲が取れる状態になったことで6日目より早くも復帰した。 しかし復帰後は足の踏ん張りがほとんど効かず、一つも勝てないまま中日に負け越しが確定。その後も連敗が続いたが、13日目の西木義戦でようやく初日を出した。場所成績は一勝13敗1球場所後の春巡業は右足首の怪我の影響で初日からの休場が発表された。翌。 5月場所は4場所ぶりの重量となる東重量5枚目で迎え、千秋楽に勝ち越しを決めて8勝を挙げた。東重量3枚目で迎えた7月場所は、場所前に 20kg もの減量を行って臨み、10勝5敗の好成績を残し、9月場所で幕内に復帰したが、6勝9敗の負け越しで1場所で重量に下がった。11月場所は重量優勝を争い。 先週落に10勝4敗で、11勝3敗で、トップのトモフルと対戦したが、敗れて優勝はならなかった。2019年1月場所は、幕内に復帰したが10日目の土俵で負傷し、翌日から休場。10両で2場所を過ごした後、7月場所で幕内に復帰すると、 この場所で10場所ぶりの幕打ちでの勝ち越しするとともに2016年9月場所以来17場所ぶりの2桁勝利となる11勝を挙げた。なお、この時の報道で3月13日に長女が誕生していたことが明かされた。11月場所は西4枚目となり、久々に横綱、白鵬戦が組まれた。上位に急上者が相次いだこともあり。 先週楽はこれより三役の土俵に登場し、小結び、遠藤を破って、勝ち越しを決めた。2020年1月場所は、初日から休場。初日となる1月12日に、両、2020年10月14日には、左膝の内視鏡手術を受けた。骨が変形し始めて、膝の腱のところに引っかかり、それを削らないと膝が伸びないところまで悪化したため、 手術に至ったという。1月には両肘を手術したため、同じ年に、これで2度目の手術を受けたことになり、本人は、私自身もやっぱり1年に2回手術するというのは、なかなか経験のないことで大変だったとコメントした。これにより、11月場所を休場。重量に番付を落とした2021年1月場所は出場したものの、手術明けの膝の状態は思わしくなく、 下半身の粘りのない相撲に終始し4勝11敗と大幅な負け越し、翌3月場所は西幕下筆頭に番付を下げ、2011年9月場所の新十両昇進以来守り続けていた関取の地位を失うことになった。その3月場所は全休となり、場所後の4月14日、現役引退と年寄り、君が浜の襲名が発表された。 平成生まれとしては初めての親方にもなった。師匠の佐渡が学は引退に際して膝を手術して思考が踏めず稽古が思うようにできなくなっていた。加えて番付も落ちてしまった。それが一番。本人からも膝が限界ですと言われたとこというき本人が引退を決断した理由を明かした。番付編成会議後の引退表明だったため2021年。 5月場所の番付には、西幕下41枚目に、名前が残っていた。基本的に突き押し1本の相撲を取り、4つに組むことは、ほとんどない。特に立ち合いの諸手突きから一気に押し出す相撲が、理想の流れである。2016年3月場所前の座談会で高崎は、こと勇気の突き押しに関して、上突っ張りですけど、結構効いているんですねとその威力を評しており、 振り分けも、重量の時に対戦したけど、あの突っ張りは重たいんですよと証言している。左膝の負傷で重量に落ちてから幕内ちに戻るまでは、叩きが増えたが、幕内ちに定着してからはまた突き押し一本に戻っている。しかし 170kg を超えたあんこ型であり、前鏡になると苦しいことや変化されることが怖いことから諸手好きに頼りすぎることが欠点であり。 19代朝日山からは、変化されることを恐れずにつんのめって頭から当たることと体重を150キログラム位に減らして、膝の負担を軽くすることを助言されている。立ち合いで手をきちんとつかないことが目立っており、2016年10月28日に行われた土俵祭りの後に、師匠の佐藤が、学が、友綱審判副部長から注意を受けた。 その後も2017年9月場所の重量、優勝決定戦にて手をついていないことで、待ったが二度かかり、三度目でようやく立ち合いが成立し、勝ったものの、相手の網二式があんなんじゃ、やる気がなくなるよ。手をつけてんだよ。こっちが気を使って手を合わせないといけない。三段目の相撲を見習ってほしいよね。何十年ぶりに決定戦に来て、優勝堂の、この、より楽しんでいたのに、 味はういに台無しだよ。あんな立ち合い、するつもりじゃなかったのに年たくべや歴史者に漏らすなど、立ち合いの手つきの悪さは変わっていない。月押し力士であること、体重肩や膝の振る傷の影響などから勝っても、負けても相撲が早く終わる。2017年5月場所は14番中10番が5秒以内に終わり、3秒以内に終わったのは6番である。ありがとうございます。